誰かと思えばシオンちゃんじゃないか。随分会わないうちに女っぽくなったね。ハイスクール以来ですね。ご無沙汰してました。こっちに引っ越されたんですか？再開発の波には勝てなくてね。まあでもせめて店の中くらいはと思って内装はそのままに。うん、モビーディックはやっぱりこうでなくっちゃ。ま、かけて。いつものでいい？ええ。あと、お腹空いちゃったから、そっちの方も。了解。ところで今日は休暇？だといいんですけどね。残念ながら仕事。ここの2局に用事があって。そうか。ベクターだったよね。お兄さんから伺ってるよ。来るんですか？ああ、ちょくちょく。何？まだ会ってないの？せっかく帰ってきたんだ。顔ぐらい出した方がいいんじゃないの？マスターまでそんな。私が兄さん苦手なの知ってるくせに。おお、噂をすれば。見ろよケイオス、内装バッチリ、ピーク男の雰囲気出てるじゃん。あ、シオン？え、どうしたの二人揃って。いや、腹減ったなっと。で、たまたまここに。何？お知り合い？まあってのはちょっとひどいんじゃない？あ、ごめん、ちょっとね、動揺してたから。動揺って何？シオンちゃんの家は複雑なんですよね。